お疲れトラ。何しに来たんや。格闘技本気でやりに行きました。よろしくお願いします。本気でやりに来たって、はい、住むの。住みます。神戸に。はい、神戸住みます。こちらハッスル、信用が売りだ。純度 100% ヒップホップパック。こちらハッスル、信用が売りだ。純度 100% ヒップホップパック。はい、どうも、ひろきチャンネルです。チロバッテ初撮りです。今日は9月の30日ひろきチャンネルに大きな転機というか、福岡のメンバーが神戸に引っ越してくるとのことで、新神戸駅に迎えに来ました。撮影の機材を全て忘れて迎えに来たんでね、ちょっとねグダグダですけど、ということで迎えに行ってきます。お疲れトラ。何しに来たんや。格闘技本気でやりに来ました。よろしくお願いします。本気でやりに来たって、はい、住むの。あ、住みます。神戸に。はい、神戸住みます。あ、手に回ります。そんだけね。まあまあね。何歳だった今。今18歳です。あ、昨日お母さんとも電話したけど、はい、頑張らなあかんな。頑張ります。よろしくお願いします。頑張ろう。まあ、とりあえずちょっとジムついて話そうぜ。はい、はい、はい、ということでトラがね、上京って言うんです。上京上京上京しました。分からん。上部上部ですよ。で、まあ、自分の近くにこれから住んで、仕事とかもしながら夜はジムでやっていくんですよ。総合の志望なんで、俺が打撃しか教えれない。で、総合の打撃は、まあ、自分も総合しとったんで、で、格闘技オタクなんで、ある程度は教えれるんで、まあ、総合ってこう、オープンフィンガーとグローブってこう、殴り方が全く違うから、はい、立ち技の種類がまた違うから、それも、教え持って、自分のつての、日本五冠王のレスリングの選手とか、総合のジム、何個か神戸にもあるんで、そこ行かせながら、ちょっと試合はね。で、試合の、あれはしてるんで、もう。オファーというかはしてて、もう OK もらってるんで、トラの仕上がり次第で試合はいつでもできるんで、はい、まあとりあえず11月にゼロが決まってるんで、はい、でそのゼロもちょっと、まあ、トラにはまだ言ってる対戦相手がね、ちょっといろいろあってあるんで、それもまあ楽しみにしとってください。どうですか。初日の練習疲れました。トラってめっちゃ強いと思ってたやん。思ってたより基礎が全くできてなくて、これはほんまに喧嘩じまいな。喧嘩が強いねんな。結構ボクシングとかはパンチうまいけど、あとはもう全く何もできないって感じやったんで、ジャブの防御はできる。でローとミドルのカット教えたら難しいですって言われたんで、そこからかってなったんで、これはちょっと期待大があるなっていうことで、レイジもね、先輩として、はい、やっぱこの2人がひろきチャンネルでやってる通り、うち弟子になるんで、僕もこいつらにちょっと背中見て続けれるようにやらなあかん。よろしくお願いします。武器屋くんみたいにさ、こう世界チャンピオンじゃないからさ、ほらベルトをまだ取ったことないから、なあ、うちで取るのもおこがましいけど、一緒にな頑張っていく仲間としてこれからちょっと頑張っていくと思う。皆さん応援のほどよろしくお願いします。で、トラが来たんで、ちょっと YouTube のね更新度上げたいんですよ。有名ならあかんやん。はい、なそうっすね。アマチュアやけど、こいつら2人スポンサーついてる。すごくない？すごい。そんなんを聞いたら YouTube しててよかったなと思うから、もっと有名になってる。だってさ、レイジトラの試合でも10万再生、80万再生とかあるやん普通に、はい、それって K1 ファイターの試合普通にそんだけいかへんの。もうこれだけでもうプロとアマチュアの中でズバ抜けてるから、数字は持ってるから、何千とかしていかんコーナーも全然おるから K1 の、うん、どんだけ強くても強さと、まあ、視聴数はもうな関係ないけど、まあ、でもやっぱ見られてなんぼやから俺ら、はい、ガンガンちょっと面白いことして見せていこうと、はい、見せていくのと、試合でも見せる結果と YouTube で見せていきましょう。はい、そんな感じかな。 OK、はい、最後にちょっと頼むわ。はい、かわいそうに減量中にトラが神戸に行ったことで、神戸に今日から来ました。一生懸命頑張るんでよろしくお願いします。お願いします。あ、そういうことじゃないですか。ちゃんとして、まあ、いや、まあ、こういうね、ちょっとね、エンタメもクソもできひんボンクラがね、やっぱね集まってくるんですよ、うちには。タレント性がないやつらが集まってくるんですけど、やっぱ俺らはね、男の子なんで、まあ、YouTuber にもやっぱなっていかなか柔軟にね、はい、けど、まあ、やっぱ俺らはさ、できんこと多いから、そうもうやっぱ
最終男の子が原骨で、はい、有名なっていう子だ、はい、そんな感じで、ひろきちゃんってね、まあ、ここに純喜も横ちゃんもおるしムキムキマンもおるからちょっと仲良くしながらやっていくんで応援のほどよろしくお願いします。ということでひろきチャンネルでした。ありがとうございました。お願いします。